いや、やめて、助けて。この恨み、腹さで置くべきか。食べづらいわ。かわいそすぎて食べられないです。いや、まあ、可愛いとためらっちゃうよな。あらあら。ごちそうさまでした。いやこんな美味しいケーキいっぱい食べられて幸せじゃよ。ケーキ屋さんってお菓子の家みたいですね。そうね。女の子は子供の頃、お菓子の家に住んでみたいって言うよね。今でも憧れます。幸せにゃ。甘いものが好きな子なら一度は憧れるものよね。俺は菓子より断然肉だな。つまり榊はお肉の家に住みたいと。住みたくねえ。あらあら。なら焼けばいいのか。ああ、それなら。いや、住みたくねえ。脂っこいわよね。雨、止んでる。